皆さん、こちらをご存知ですか？ホットボンドです。はい。100均でもこちらを見ることがあります。こちらを使って、今日は、接着、ビス、釘ではなく、ボンドによって接着する方法をお伝えします。それでは実際にホットボンドを使ってみましょう。まず、コンセントに差し込みます。3分、一応3分待ちましょう。はい。その後、このボンドになるものを入れます。先端が熱くなるので、非常に火傷を注意してください。3分経って、暖かくなりますと、先端から接着剤が出ます。それでは3分経ちました。どうでしょう？接着剤が出てきました。これで、こちらの木材を接着してみたいと思います。ゆっくり慌てずに、非常にこのボンドは熱くなっていますので、気をつけてお使いください。こうしている間も接着剤が垂れますので、危なくないところに置いてください。それでは、はい。電源を切りたいときは、コンセントを抜く。それでいいかと思います。それでは、ボンドが冷えましたので、ご覧の通り、くっつきました。釘も使わなくて、すごく、優しいです。はい、あと取り扱いの注意。こちら、ボンドがこういうふうに出てきます。冷えれば固まります。取り扱いの、注意して、今後も楽しく、いろんなもの、使えます。布だとか、他のものもくっつけることができますので。はい、ですので、はい、こちらを試してください。それでは、よろしく。